ミシシッピ川上流部カス湖は、アメリカ合衆国のミネソタ州カス群と、ベルトラミー群にまたがってある湖。長さ約 16km、幅約 7km で、面積は64.58平方キロメートルで、最大水深は 37m。ミネソタ州で11番目、全域が州内にある湖では8番目のサイズ。湖に隣接して、カスレークの町がある。 ミシシッピ川が西から流入し、東から流出している。他に北から流入するタートル川がある。湖内には5つの島がある。そのうちの一つ、スター島には湖の中の島の湖であるウィンディゴコがある。南に隣接するパイク湾とは長さ0 8 0トルの狭い水路でつながっている。かつてはカスコと パイクワンは幅0 9 7トルの浅い水路でつながっていたが、1898年にそこを横切る鉄道の建設が始まり、続いてハイウェイやパイプラインも建設されたとこから流れが低下して堆積物がたまり、現在ではワンという名前は残っているものの別の湖とみなされている。1820年7月にルイスカスヒキール、 探検隊が湖を訪れている。彼らは低水位のためそれより上流へと進めず、ここより下流は凍結しない季節は航行可能であることから、カスコをミシシッピ側の水源であるとした。ミシシッピ側の水源はその後の1832年6月にヘンリースクールクラフトにより、いたすかことされた。レッドシーダー湖として知られていた湖は、 1820年のカスの探検の後レッドシーダーことの区別のためカスこと変えられた。ありがとうございます。